どうも、Dコレクションのニーチです。今日は色合わせグッサンに来てもらいました、はい、僕たち Dコレクションでは、おしゃれで人生を豊かにをモットーに毎日動画を配信させていただいております。今日のテーマは、前回に引き続き、はい、色が与える印象、はい、今日は有彩色編ということで、はい、お送りしていきたいと思います。では、早速、はい、有彩色の色のイメージについてお話ししていきたいんですけど、はい、今日は赤、青、黄色、緑、この4色についてお話ししていきたいと思います、はい、赤色っていうと、うん、まあ、リンゴとか、うんうん、まあ、イチゴとかちょっと可愛らしいみたいなことを言ってきましたけど、はい、だから、まあ、他にも、まあ、道路標識とかでも、あ、そうですね、うん、赤色の止まれの看板、うんうん、そういったもので結構赤色って、はい、まあ、身近にかけることが多い色だと思うんですけれども、うん、すごくやっぱり目を引く色になります、うんうん、まあ、色の印象が結構強い色ですね、うん、はい、はい、まあ、あの赤色っていうと、うん、やっぱり一番のイメージとしてはやっぱり情熱的っていう、はい、イメージですね、こう熱い感じの、そうですね、うん、はい、まあ、ちょっと気合を入れたい時とか、うんうん、あの使っていただくといいカラーかなと思います、はい、うん、はい、はい、青というと、うん、やっぱり空とか鳥、はい、とか結構爽やかな印象を持つ、ね、色になります、うん、はい、あとは青色ってこう冷静さとか、はい、あとは知的に見せやすい色、うん、になります、はいはい、やっぱり冷静な人って結構、はい、こう知的な感じに見えたりしませんか、なるほど、こうなんかリンクしてるような感じ、うん、そうです、あ、なるほど、はいはい、そういったイメージがあの持てる色かなと思う、うん、で、はい、爽やかに見せたいとか、うん、ちょっと知的な印象に見せたいなっていう方に、うん、ぜひ取り入れてみてほしい色かなと、はい、思います、はい、ちょっと、なんですかね、冷静、まあ、クールな感じとか、うん、あとはそうですね、そんな感じで大丈夫ですか、そうです、あ、なるほど、うん、まあ、青色って寒色系の色なので、うん、はい、ちょっとまあ冷たいような、うんうん、印象もある色だと思うんですね、はい、なのでそれがやっぱりクールさっていうのにも結びつきやすい色かなと思うので、うん、はい、まあ、ニッチが言う通り、はい、こうちょっとクールに見せたいっていう時にも、うん、あのぜひおすすめしたい色かなと思います。なるほど、はい、はい、黄色っていうと、うん、まあ、あのレモンだったり、あとはグレープフルーツだった、まあ、柑橘類だったりとか、はいはい、あとはひまわりをイメージさせるような色かなと思います、はい、まあ、あのレモンとかグレープフルーツって結構フレッシュなフルーツだと思うんですけど、うん、そういうなんか新鮮さみたいな、うん、そういった印象だったりとか、あとはあの、まあ、ひまわりって結構元気な印象だと思うんですけど、うん、はい、そういったまあ元気なイメージを与えてくれる色かなと思います。はい、はい、あの若々しく見せたいとか、うん、あとは元気よく見せたいっていう時に、うん、あのぜひ取り入れてみるといいカラーかなと思います。なるほど、はい、はい、そういったところにつながるんですね、若々しさ、そうなんです、こうフレッシュさが、若々しい、よくフレッシュマンとか言うと思うんですけど、はい、はい、はい、そういう若々しい印象にもつながりやすい色なのかなと思います、はい、はい、緑っていうとやっぱり葉っぱの色とか、あ、新緑ですね、あ、そうですね、うん、はい、まあ、植物の色を、うん、あのイメージする方がとても多いのではないかなと思うんですけど、はい、リラックス感を、あ、はいはいはい、うん、やっぱり与えてくれる色になるかなと思います、うん、はい、緑ってあの黄色と青を混ぜてできる色になるんですけど、はい、有彩色の中では黄色が一番軽くて、うん、で青が一番暗い色になるんですけれども、あ、なるほど、そうなんです、はい、で緑ってその黄色と青を混ぜて作る色なので、うん、派手すぎず、うん、落ち着きすぎず、うん、あのバランスの取れた色かなと思います、はい、なるほど、はい、ちょっと派手な色は苦手だなっていう、うんうん、思っているけど有彩色を取り入れたいっていう方に、はい、ぜひおすすめな色かなと思います、はい、はい、はい、色の与える印象ということで、まあ、今日は赤、青、黄色、緑、4色ですね、はい、はい、この4色をお話ししてきましたけど、まあ、過去、ね、モノトーンから始まって、はい、ベーシックからベージュ、ブラウン、ネイビー、3色があって、まあ、今日の4色っていろいろお話ししてきたんですけど、はい、色やっぱ全然、ね、はい、与える印象とか変わってきますね、そうですね、うん、はい、ちょっと明るさとか、うん、鮮やかさが違うだけでも色のイメージって変わるので、うん、はい、面白いですよね、面白いですね、うん、はい、まあ、その日の気分で色を選んでいただいてもいいと思いますし、はい、相手の方にどう思われたいか、どういう印象に見てもらいたいかとか、はい、そういった観点で選んでも面白いですよね、そうですね、はい、はい、ぜひ色のね取り入れる際の参考にしていただけたらなと思います、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます。
僕たち D コレクションではおしゃれで人生を豊かにをモットーに、おしゃれを通して人生が豊かになるお手伝いをさせていただいております。この動画が参考になりましたら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。素敵な感じにしたいかなっていう時に、うん、ぜひ取り入れてみてはいいかが。すいません、もうダメだわ。